それじゃ あのジョーカーさんは月曜日は何してますか？なんか憂鬱な気持ちになってる。じゃあはい、やってまいりました、ムドルジェットモモキチの今日はネタバレありでお送りしますので、映画を見てからぜひ見てください、もしくはネタバレ OK の人も見てください。お願いします。お願いします。お願いします。最新映画ジョーカーを劇場で見てきました。3人とも見てきましたよね。見てきました。見てきました。このすごかった。すごかった、うん、どうですか、はい、じゃあこの映画ね、賛否両論思い切り語っていきたいと思います。どなたから語っていきましょうか。あ、桃吉先生。桃吉先生、今日の機嫌はどうですか。今日の機嫌はちょっとよくわかんないです。はい、いやちょっと眠い感じ、はい、あ、そうですね、桃吉先生今日は眠いですか。眠いです。オッケー。ジョーカー面白くてもう一回見たいと思いました。どの辺がもう一回見たかった。あ、なんか私結構不器用な人好きなんですけど、うん、なんかああいう不器用な人が出てきてうまくいかなかったりとかするのを見るの好きなんですけど、そういう人が本当に自分の気持ちに素直に表現した時に人ってこんなに魅力的になるんだって思って、市民の中の一人としてジョーカーが描かれてるので、ジョーカー以外の人も本当に素直になったらみんなこういう風に魅力的なのかなって思います。素直にね。うん、でも結局自分の素直が何かっていうことすら分かんない私で、多分ジョーカーも最初分かんなかったと思うんですけど、社会にボコボコにされて、その底にで何もなくなった時に素直になれちゃったみたいな、悲しいお宝みたいな感じかなって思います。悲しいお宝、うんうん、なんか辛いけど他の人にはできない唯一無二のお宝みたいな感じ、うん、よかった。どこら辺がお宝ですか。え、なんだろう、自分を解放するっていうことが普通の人にはできないからですね、うんうん、じゃあ最後のジョーカーがお宝だから出てきたものっていう感じ。子供は、あ、でも子供はできるかな、本当に心の底から笑ったり走ったりとか、うん、なんかよくわかんないことやったりとか、うんうん、そういうことができることがお宝かなって思います。うん、坂部さんはどうでしたか。僕はですね、うん、ホアキン・フェニックスが結構好きで、グラディエーターの悪役の皇帝だったり、うんうん、サインの名演技、名って迷う方の演技ですか。サインはサインが良かったですよ。はい、名優だと思ってて、ホアキンが出るところで楽しみにして見に行ったら、もうとんでもない演技だったと。すごいそれを見るの楽しみで、まずジョーカーとかよりもホアキンがなんかすごいどんなもんか見てやろうと思って見たら、うん、あ、もうすごかった。わあ、すごいや。どこら辺が良かったですか。細くなって、まあ、裸の背中のシーンが見えてるシーンとかもあったけども、印象的にね、あの細い姿で走ったりとか踊ったりとかするようなね、あの場面場面に応じて、走り方とかもね変わってくる。じゃあ特にホアキンの演技でここが良かったってシーンとかありました？はいろ、はいろ、うん、あるけど、まあ、笑うところだよね。ちょっと僕がやるとね、はい、ちょっとバカにしてる感じになっちゃうんですけど、はいはい、ね、ちょっとできますか皆さん。あ、うまい。演技っぽいかな。どうですか、やってください。あ、あくびがして。無理でした。無理でしたね。無理だ。あ、難しい。草壁さんが一番上手。はい、ありがとうございます。あのね、笑い方もこう変化していくわけですよね。いろんなこう病気で笑ってるのか、うん、何なのかみたいなね。走る姿が印象的でしたね。走るのも最初は看板盗まれて追いかけていく少年たちを。で、走りもあれば精神病院で彼でバッと盗んで走ったりとか。あの看板盗まれるところの走りは、うん、こんな感じの走りでしたよね。お、なるほど。どうですか、できますか。
看板盗む子供の走り、ね、うんうん、待てよみたいな、俺の看板持ってくなよみたいな、はいはいはい、いじめられてちょっとこう、はい、ね、うん、次は電車の中、電車の中で追っかけるところもこんなみたいな、はははは、もう一回見たい、もう一回見たいね、映画をもう一回見れたり、これから見る人はそこの走りの違いをよく見てもらうと、うん、まず足が長かった気がする、足長くするとこから始めたっけ、うんうん、そっか、うん